期15試合に登板して1勝3敗、防御率 6.75 現ヤクルトで、ダイヤモンドバックスのスコット・マクガフ投手は、7日、日時間8日にマイナー降格が発表された。2022年までヤクルトで活躍した右腕が、今季はここまで15試合に登板して1勝3敗、防御率 6.75 と、メジャー復帰2年目は苦戦していた。マクガフは2019年に来日し、4年間で236試合に登板、守護神として15勝8敗、80セーブ59ホールド、防御率 2.94 の成績を残した。昨オフに2年650万ドル、約10億円でメジャー復帰。昨季は一時守護神を任されるなど、63試合で2勝7敗、9セーブ14ホールド、防御率 4.73 の成績だった。今季は初登板から5試合は1失点に抑えていたが、以降は複数失点する試合もあり、防御率は5点台を下回ることなく推移。降格前最後の登板となった3日、同4日のパドレス戦では1回を投げて、被安打3、2失点だった。マクガフに代わり、ポール・シーウォルド投手が、負傷者リストから復帰となっている。フルカウント編集部。